社長がスラム街に行ってなんかポケットにお金入れてなんか言ってる動画とあってね。ああ、あったあったあった。あれマジやばいねと思いましたよ。俺、はい、よくあんまりわからんかったっちゃう、はい。これあの海外進出だって言い出したけど、はい、海外進出だって言うまで、はい、俺そんなに大した海外行ったことないわけ、はい。で、アメリカ行くやん。今日初日やし、いっちゃんやばいとこ行ったろうと思って、はい、もう今日行け、一番やばいとこに初日に行ったら、はい、俺もヒーローやと。これより楽なことしか待ってないやん。だけ、一番やばいとこどこやろって検索したら、はい、スキットローって出て、はい、もう本当にギャングとかなんとかの集まりで、本当に1週間に5人ぐらい死んどっちゃうんすか。すごいっすね。どこ行くの？でも行こうと思って、何の英語も聞き取れんかったじゃん。はい、何も分からんわけよ。その英語も喋れんし、聞き取れんし。で、よかったのが、はい、本当に行ったら拳銃とかつけられちゃう。はい、多分ミキとか行ったらもう多分コーナーされるじゃん、はい、本当にバーンで。周りのアメリカ人行かんわけよ。周りに、あそこに行ったことあるよって言ったら、はい、ありえんみたいな。本当に殺されるのに、アメリカ人でも追っかけ回されて。でも、俺、運いいことに、俺、英語喋れんかったし、はい、英語もどうせ聞き取れんやろなと思ったけん、はい、取れ高ないなと思ったじゃんね。はい、だけん、お金でも配ろうと思って。はい、お金配ったら、取れ高なるやんって言って、はい、フレンドとか言いながらさ、はい、フレンドなってとか言って配れば、はい、取れ高なるかなって考えたわけ。喋、はい、れんけん、はい、インタビューとかできんけん、それが良かったっちゃう。要はだって彼らがこうしてくる理由、はい、お金が欲しいけん、ね、はい、笑顔でお金渡してくる人にこうするわ。さしないっすね。せんよ。そういうことっすか。みんな YouTuber とか言って本当に殺されとっちゃう。 YouTuber なめんなってバカにすんなって俺らのこと、はい、こっちは明日食う飯がなくて、はい、もう仕方なくシャブ打って、はい、シンナーとか毎日吸って、はい、1週間飯食ってるの我慢するとか、お金がないんだってやっとわけよ、はい、お金が欲しくて仕方がないけん人を襲うわけよ。俺は笑顔でイエーイってお金配ってながら行ったわけよ。そこにだけお金くれんのみたいな、めっちゃ優しいみたいな。一番最初にあの動画見たら分かるっちゃうけど、俺やみたいな、誰やこいつみたいな感じでチャリできためっちゃごついやつが多分ドンやったよね。そこの俺顔見た瞬間にこいつ一番怖いなって思うけ、めっちゃ多めにお金渡した。えボディーガードプリーズって言ったっちゃう。めっちゃお金渡したけ任せろみたいな、俺がここのボディーガードやったるぜって言って、Thank you って言って追加のまたお金渡したわけよ。ボディーガードみたいな。そのボディーガードって言ったセリフはダサいけんカットしたっちゃうけど、その時安全に行って、テントの中とかも全部入れたわけよ。あれはたまたま企画が良かっただけで、お金配ろうって思わずに行こうって言って行っとったら多分死んどったかもしれない。危ないよね。だけど本当にみんな真似せよ方がいい。だってあの、マンペイとかから世界を旅するみたいな。真っ昼間に、隣に警察置いてよ。拳銃持った警察。置いて、通りすがるっていう企画をやって危ないってやつをする。それでも、携帯で動画回しとったけ、生卵とかバーン投げられたりとか、うわーとかって叫ばれて、もう隣に警察がおってこんな人のに、二度と行きたくないみたいな。危なすぎるここはっていう、これ、危なかったあれは。もう二度と行きたくない。よかった。うん。命何個あっても足りないです。それ行くなら、次はあれよね。もうトラックとかでバーンやってめっちゃ食い物配るとか。ああ確かに。でも行って俺ちょっと思ったのが、みんな危ない本当にやばいって言うけど、俺からしたら行ってちょっと本当に気持ち変わったのが、どちらかというと弱っとう人ない。拳銃持っとうけど弱っとう人、ギャングやったらムキムキでさ、うわーってこうヤクザをこう行くやん。ヤクザって元気やん。何やねん貴様バーン行くやん。けどみんなこんなんなんよ。ご飯3日間食べれてないとか、シャブでちょっとおかしくなっとう人とかが、お前ふざけんなよみたいな感じで拳銃持ってくるけ、かわいそうって言ったら言い方がすごい悪いのかもしれんけど、ヤクザとはやっぱ違うわけよ、種類が。悪いことをしようとしてするんじゃなくて、もうそうせざるを得なくて。そう、ね、やっぱインドネシアとかにもこうそういう地域があるわけよ。貧乏なスラム街みたいなあるっちゃけど、はい、治安荒れてないんだって。インドネシアって別に安くご飯食べようと思ったら食べれるわけ。1食50円とか20円とかで食えるわけ、飯が。みんなお金持ってないけ、別に飲食店も安いわけよ、はい、けどアメリカは物価とんでもないけ、家賃とかも東京なんて比じゃないわけよ。あ、そうなんすか。もう福岡やったら5万が東京で10万やん、同じ家でも、はい、それが向こうやったら20万なわけよ。最低時給1800円とかよね。まあもっとするから2000円ぐらい取っちゃう。昼飯食ったらもう4000円とか5000円よ。食っていけんわけよ、マジで。あ、やばい、ミッキーの話聞きたいってなってた。あ、そうだよね。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。